キノボリトカゲは、爬虫綱有林目、アガマ科キノボリトカゲ属に分類されるトカゲ。キノボリトカゲ属の模式種。別名琉球キノボリトカゲ。アガマ科では唯一日本に自然分布する。少なくとも、元亜種は体色を鮮やかな緑から褐色まで変化させることができる。以前は、旧キノボリトカゲ属Japaluraに分類されていた。2018年に形態と各 DNA ミトコンドリア DNA の分子系統推定から旧キノボリトカゲ属を4属に分割する説が提唱された。本種はそのうち、本種を模式種としたキノボリトカゲ属ディプロダーマに分類された。以下の日本三亜種の分類は、日本爬虫両生類学会に、亜種木口キノボリトカゲの記載年は、レプタイルデータベースに従う。民家近くで見かけることもある。樹上生。日陰を好む。危険を感じるとらせん状に、木の裏側へ回り込むようにして逃げる。主にアリを食べるが、樹液に寄ってきた、蝶蛾といったリンシメ、アブ類などの草シメ、リンシメの幼虫、地表にいる。カブトムシメ、セミ類、クモ、ヤモリの幼体なども食べる。捕食者は、サキシママダラなどが挙げられる。繁殖様式は卵生。元亜種は4から8月に、1回に1から4個の卵を産む。ペットとして飼育されることがあり、生息地のみならず、日本国内でも流通している。1990年頃から爬虫類の飼育が流行した時に一時期かなりの数の個体が、ペットショップで販売されていたが、上記の通り生息数の減少に伴い流通量は減少している。テラリウムで飼育される。樹上生のため高さがあり、群れを防ぐために通気性の確保されたケージで飼育するのが望ましい。枝や観葉植物等を組んで活動場所や隠れ家にする。冬季は暖房のある室内にケージを設置する。ケージのある側面や底面にシート状の遠赤外線ヒーターを貼る、光の出ない小型電球などを用いるなどして保温を行う。熱の出る電球を照射すると日光浴を行うこともあるが、極度の高温には弱いため扱いには気をつける。あまり強い光は好まないため、照明をつけるなら紫外線照射量を抑えた爬虫類用フルスペクトルライトを一つだけ点灯する。霧吹きで朝晩に湿度を上げる。水容器に水を張って与えても気づかないこともあるため、水容器に水滴を常に落とす、エアーポンプで水面を動かすことにより水容器に気づかせる。餌はコオロギなどを与える。ありがとうございます。